間ね、湯浅学さんって評論家の方もね、蓄音機なんとかとか視聴室とかって言ってね、やってるね、でアナログでね、こんな蓄音機で、本当の蓄音機で聞かせてもらったんですけど、いいですね、やっぱりね、なんか、ね、完全なアコースティックの蓄音機でしょ、電気使って、ね、そうそうそう、で手でね、回して、知ってます、最初に手で回して、で、回り出すんですよね、バンがね。昨日ね、石井真嗣さんがそれ、一緒に、湯浅さんとやってる石井さんが、の方が京都でやってって聞いたんだけど、プレスリーとかビートルズの SP 版もあるんだよ。これがいいね。そう、いいんですよね。SP 版って落としたら割れるやつですよ。割れます、割れます。もう陶器のようにパリンって。これでね、例えばキンクスとかね、それから、キンクスの SP 版あるの？ SP じゃなかったかもしれないけど、なんかそういうアナログの。それから、マーティン ディニーとかデニーとかね、マーティン・デニー、エキゾチックとかね、それから、ですね、ホーギー・カーマイケルの香港ブルースとかね、いやなんかね、このもうね、なんかこの音は絶対物理的に言ったら絶対ね、デジタルの方がいいのかもしれないけども、すごいいいんですよ、なんか世界があるっていうかね、もうなんかね、目がうるうるしてる。SP なんですか？え？全部 SP なんですか？でもちょっとよくわかんない、僕が詳しいことは。SP もあった。SP 多分60年代初頭にインドで作ってたのが最後なんで、インド版のビートルズあたりが最後なんだけど、50年代は結構あるんですよ。なるほど。プレスリーもあれば。それでね、今度この次に今3人で演奏するんですけども、それをですね、アナログ版でですね、今度レコードになるんですよ。いろいろタワーレコードとかでね、売られることになる予定なんですけど、エアプレインレイベルというところから出てですね、でそれをその話をね、お父さんにしたら、いや CD とアナログどっちがいいですかって言ったらね、いや CD いらないねって、 CD だったら欲しくないよっておっしゃったんですよ。でちょっとそのあたりをね、大友さんといえばね、90年代になんかこう CD を、ね、CD バイラスとかね、そのサンプリングウイルスとかいろいろ CD とかそのサンプリングを使って戦略的にやっていこうみたいなことを言った総本人が、戦略的になんか言ってないよ、知らないけど、まあなんか言ってたそんな頭良くない、いやいやいや、そういう方がね、今ね CD なんてもう何終わりじゃないけど、 CD じゃないよと、アナログ版だよと言ってるんでね、ちょっとそこ聞きたいです。いやいやいや、俺最初からもうターンテーブルプレイヤーですから CD は嫌だったよ。ああそっか、嫌だけど CD しか売る手はなかったじゃないですか。だから CD で売ってたけど、そりゃ CD で出しますかアナログで出しますかって言ったら、もうこの何十年間相変わらずアナログで。そうなんですか。でもそんな質問してくる人がいないもん、ちょっと聞きたいんですよ、そこを。なんかね、やっぱり一般的にはやっぱりまだ家庭には何 CD があって、そのね、いやないよ一般的に。ないのないの、ないなとか、もうパソコンでいいわけね、パソコンと携帯でしょ、iTunes というせいで、iPod です。 CD は売れなくなってますよね。そうですね、アメリカの自主版のレベルとか見てても、アナログがすごい多くて、で CD ってのはダウンロードでいいって言って買わないみたいな。なるほどなるほど。で CD って大体的だね、アナログはやっぱり物としての性格があるんで、出ると買うみたいな。で、で僕はやっぱりそのただアナログってカッティングの限界があるので、そこをどこまでやってもらえるかなっていうのは、音を出してる人間としてはあって、ご存知かどうか知りませんが、昔バッハレボリューションっていうバンドがあったんですよ。でこれはシンセサイザーを使って、音響師大地震っていうファーストアルバムがあるんですけど、これはねアナログのカッティングの限界まで切ってる、ものすごい音がします。聞くとうちの家は、安物ですけど、ヤマハの NS451 っていうウーハーのある白いウーハーのスピーカーがあったんですけど、これがねバッコンバッコン動く、でかけるだけで窓ガラスがビリビリ震えるんです。そういうカッティングを本当にやってくれるんだったら、僕はアナログ版でやりたい。だけどやっぱり今アナログのマスター作れって言われると、ものすごく上下を落とさないといけないんですね。で CD の方が音は出るんですよ、やっぱりノイズやってる身からするとね。そうそう、ちゃんとしたカッティングしてくれないと、アナログ版今優しい音になっちゃうよね。そう、上も下も切られちゃうんで、ちょっと辛いですね。なんか CD が出始めの頃にアナログ版と比べるとやっぱり違う音してましたよね、確かに。例えばね、アコースティックギターのなんかシャリーンってい う金属の音あるじゃないですか。あれね、CD って、ね、出てないですよ。なんか丸くなっちゃってるの。で、それ違うんですよって言ってもね、そんなのお前わかるかいみたいなこと言われたんだけど、全然違うんだよね、絶対に。やっぱノイズでもやっぱり違うんですね。全然違う。だから、ノイズはやっぱりその音量が出ないと、例えばその同じ CD かけても LP かけても
ボリュームのレベルが同じで同じ音になるかっていうとならないんですよね、うん、で上げればどんどん出てくるんだろうけれども、うん、上下を切あの変な話なんですけど、うん、LP の方が音が出るはずなのに、うん、カッティングするときはもうリミッターかけて抑えるとか言われちゃうんで、マスタリングは難しいですね。 LP のマスタリングはすごい難しいと思います。あのましてやこの人の特殊音楽は難しいと思うんですけど、あの通常の音楽はほらマスタリングエンジニアも慣れてると思うけど、どうしていいか分かんないとこもあると思うんですけど、ただね歪んだ音に関してはいい条件でやれたんならデジタルよりアナログの方が絶対歪んだ音はいいと思う。上が切れちゃいますからね、クリックしちゃう、クリックしちゃうので。そうなんですね、歪んだ音はもう本当アナログが無理が効いていい。そういう意味ではね、僕はだからメタルテープが好きなんですよ。ああ、そっか、あのカセットテープのメタルね、あれはね、すごい。メタルテープって知ってます？重いんだよね。ちょっと重いのはね、側が重いんだと思います。